横浜小学校は、1873年3月6日から1946年2月1日まで、横浜市中区に存在した、横浜市立の旧正小学校である。当初は学生により、神奈川県が設置した。学生に従い1873年に、中区に、総合学者が設立され、さらに、助春学者、道文学者が設立されたが、 これらが1875年に統合され、横浜学校となった。総合学者は、館内の有力商人らが創立した、貿易省など裕福な家庭の指定が通う、浜の学習院と呼ばれる、名門校であったという、市政施行後の1892年に、横浜市立尋常高等横浜小学校と、改称された。 1905年に高等科を分離し、横浜小学校、後に、尋常横浜小学校となった。なお、分離された高等科は、横浜第一高等小学校として設立され、これが後に、横浜市立本町小学校となり、横浜小学校の後ろ身の統合のもととなった。1923年の関東大震災にて校舎を、消失したが、 5年後の1928年に横浜市ガス局の跡地に鉄筋造りの校舎で再建された。なお消失した校舎跡地は1926年に横浜キート検査所が建てられ、現在は横浜第二合同庁舎になっている。その後、太平洋戦争さなかの1945年5月の空襲で校舎の大半を消失。 敗戦後の同年9月には GHQ により消失を免れた校舎の接種を受け、在校生は横浜市立吉田国民学校へ移された後、1946年に同校へ統合され、廃校となった。廃校式は来賓もなく、あまりにも寂しいものであったという。吉田小学校自体、6.3世の施行に伴い、 横浜市立本町小学校へ統合となった。一方、GHQ から返還を受けた校舎は1948年から港中学校の校舎として利用されたが、1982年に老朽化により建て替えられた。2003年に創立130周年を記念して、同窓会誌を作成したのをきっかけとして、各年で同窓会を行っていたが、 同窓生の高齢化もあり、会の幕を引くために2009年10月に、横浜市内で卒業生による最後の同窓会が行われた。ABC 横浜中区廃校市 ABCD 朝日新聞2009年11月11日長官横浜市地方、浜の学習院最後の同窓会終戦直後に、廃校の横浜小学校、神奈川県。 ハット AB 朝日新聞1990年4月15日長官神奈川、名門小学校来るのか、復活の日、朝日新聞2000年3月28日長官神奈川、戦後廃校の小学校、半世紀ぶりに、文集、横浜省14年会、神奈川横浜市立本庁小学校概要。ありがとうございます。